羽島京志郎のフリートークってことでね、フリートークってメガネさんがめちゃくちゃ滑ってなるじゃん。フリートークとかめちゃくちゃ滑ってんじゃん、あれ。ねえ。いや、ディスるなよ、人を。もう後でなんかいろいろ降りかかってくるからね。でもフリートークの後のジャゴジャガジャガジャガジャゴジャゴジャゴジャジーンっていうあのうるさいやつ。あれやべえ、もうほんと痛い、耳が。もう。やべえな、あれは。やばすぎて、もうこんな声になっちゃうもん。全然面白くないですけど。はい、炭酸飲みます。ああ、毎度のことながら炭酸を開けた時に生じるね、プシューの水圧によって死ぬ系人類、死ぬ系貧弱人類の羽島清志郎です。お願いしますということで、クリー朝日が家で冷えてない、冷え、ひひひひひ、ほ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 ひひ、上野動物園にぜひお越し来てください。あーね、耳くそほじるか。耳くそほじりほじりするか。ね、その耳くそほじるっていう、なんかね、なんか言っちゃうんだよな。でもいいじゃん、その、耳くそはほじれませんってやつぶっ殺してねえな。黙れよって。それギャグだろうがよって。ユーモアのない人類がよ。俺もユーモアないけどな、そのコメントに対してね。ふんって言って面白く返してない時点でな。俺ユーモアねえわ。泣くな。まだお前は初老じゃよ。全然初老じゃねえよ。パッキャオだわって。何やパッキャオって。ボクサーかて。ボクサー。ボクサーではないんだよね、全然。何のためのダジャレですけどね。いやー、お腹すいたんですけどね、料理作るのめんどくせえなーと思ってね、料理作るのめんどくさいんで料理作らないっていう、ね、決断をしまして、今話しておりますけど、なんかね、めちゃくちゃ話したんですよ。なんか僕はね、あんまり動画で話せないことっていうかね、その動画で話せないっていうのは単純にキモすぎること。そのキモすぎることはやめようって思って、肝雑談っていう形で動画に残そうかなと思ってるんですけど、世界一キモい雑談ってことで、テーマを設けて喋ろうかなとは思ってるんですけど、まあそうするか肝雑談ってことだよね。俺は全然キモいとは思ってないんだけど、その未来とか今の状況や環境に合ってない話し方。だから妄想ですよ。妄言ですよ。妄言詰め合わせセットなんですよ。だから結構やばいです。見てたら多分なんかもうね、産地ピンチですからね。俺、産地が何かよくわかんないんですけどね。産地がピンチってね、まあ、9万、9万って。ピーマンとキュウリが合体した9万って。なんか本当意味わかんないですね、9万ってね。まあ、これはもう僕がダラダラ喋るだけなんで、特にテーマないです。テンガもないです。よくわかんないですね。全然韻踏めてませんしね。お前は過ちを踏んでるだろうってね。過ちを踏むっていうか、よくわかんないけどね。何かを踏むっていうね。同じ轍は踏まないみたいな。踏んでるやないかいみたいな。なんか、そういうふうにね、一人突っ込みできたらね、かっこいいんですけどね。できない。やっぱ俺はかっこよくない。でも面白い。気持ち悪いね。自己陶酔しすぎってね。自分に溺れて死にかけ人間ですけどね。いやー、でもその喉がガラガラなんですよ。そう、なんでかなって思ったらね、水分が足りてないからじゃなくてお腹空いてるからなんですよね。じゃあご飯食べよう。わーい、ご飯食べよう。食べ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 食
るよ、レオンドゼン。いや、そのなんかバカにしてるみたいな歌い方だけどね、まあいいじゃんって。これ見返すと結構恥ずかしいんだよね。恥ずかしい恥ずかしいって、ね、なんで10本アニメのなんかそうああいうノリで喋るな。口閉じてろ。何ですよ、口閉じろ、口閉じてろって言って口閉じて喋んなきゃ、いやさ喋れよみたいな、そのダルノリするやつやめろ。うん、上げ足取るやつの資産全部取ってやりたい。ペペ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 ペドド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 ラえもんドド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 ラえもんピエ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 
一緒に冒険しよう。いや、そこは分かったろ。どど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 こっそりと堂々4話くらい食べてたということでね。お前も絶滅に貢献してるやないかい。いや、そんな話は多分ないと思う。いやー、そのね、眠い時ってめちゃくちゃね、ダラララランってなるんですよ。あー、頭かゆいな。かゆかゆ坊主。ね。ごめんなさい、ちょっとよく意味はわからないです。わかりかね、マラメラガラメラダンベルドブン。I'm scared, man!ドゥビドゥビドンドンドロンドンドゥビドロンドンってね、その可愛い子がスローテンポでね、可愛いね、小さい幼児がね、スローテンポでスキャットマンを歌うのがね、15歳のクソガキがあの歌うとね、非常にキモくなるという研究結果です。あるよな、ムカつくよな、なんか幼児が歌ってんのな、可愛い可愛いとか言われやがってよ。もうマジで声帯ぶっちぎりてえわ。そういう悪者キャラするのはやめて。でもムカつくよな、なんか幼児が歌ってさ、その全然歌唱力もねえし、歌い方がガッタガッタなのに、そのなんかウェイクウェイとか言ってるのに、ぶちぶち殺し、ぶちぶち殺、ぶち殺、ぶち殺ってぶち殺ステーキってね。でもね、あんまそういう表現使うとね、広告がつかないんでね、ダメですよ本当にね。えダメですよ、お金も俺は底辺だからお金もらえないんですけどね、マジで。 YouTube の謎規約のせいでさ、ほんともう悲しいよ、泣いちゃう泣いちゃう、ちゃう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 、ちょっとよくわかんない、そのリズムの刻み方は。ちょっとよく、キモいな、それ 4K60 フレームだったらもうめちゃくちゃ気持ち悪いことになってんぞ、ここのね、ブツブツしたニキビズブゾーとしてる男をね、光の端で見えるかな。なんかすごい独特なゲップの出し方するよね。もうちょっとゲロリングランリグルーンになりそうになったけどね、ゲロドラグーンになりそうだったけど、まあね、まあ、ゲロね、ゲロじゃない、ゲッパーランド、違う、ゲップをね、絞り出すような感じでって言ってるんですよ。楽しいですよって。いや、そんなに楽しくないと思う。まだ。まだ。下ネタでね、言おうかなと思ったけど、やめとこうって思ってね。いやーね。ドド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 ラエモドド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 ドラエモピャ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 ブン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 。キモ猛言雑談、もしもチャンネル登録者が1000人突破したらみたいな、結構シリーズやっていこうかな。誰かに先にやられる前にね、先にね、やるだけやって再生回数だけ取られてね、俺のクリエイティブさのね 0.00000、まあ、30万分の1にも満たねえようなやつにね、数字だけ持ってかれるのはごめんなんで、先にやんなきゃない、うん、あーマジで本当になんかとんどんは何でもないよ、何でもないようなことはない、全てに理由はあるけど、それが適用されるまではわからない、それが人生とは言い難いって。よくわかんないです、もうね、うわー面白い。ジャパハリネットっていう語感いいよね、全然聞いたことないんだけど、ピューッ。
ではね、今日おしまいだ、眠いからやめます、バイバイ、もう10分も喋ったからいいでしょみたいな、もう義務的すぎるよ。でも意外に楽しかったな。だからね、今日はいいかな、お腹空いたからご飯食べてからまたやろっかな、暇だったら。じゃあね。